はい、皆さんこんにちは、私は農学部入試委員長の植木と申します。私からは令和4年度の農学部の入試内容について説明いたします。まずはじめに、農学部の入学者受け入れ方針についてご説明いたします。受け入れ方針のまず基本ですが、私たちは生命科学分野の基礎能力と農学分野の応用力を身につけて、持続的社会の創造に貢献する人間性豊かな専門職業人の養成を目標にしています。そのために具体的にここに書いてありますように5つの項目を定めております。これらの内容について読み上げますが、これらの素養を備え付けた方を私たちは強く求めております。まず1つ目ですが、高等学校の課程等を能動的に幅広く学び、国語、地理、歴史、公民、数学、理科、外国語で学習したことを身につけているかどうか、それから、農学の基礎となる数学、物理学、化学、生物学、語学などに優れている。また3つ目として、生命科学や農林業技術に関わるさまざまな現象に興味があって、それらの原理や応用について関心を持つとともに、論理的思考力、判断力、表現力等の素養を持ち、これらについて学びたいと考えている。そして4つ目に、生命科学や農学分野の実験や実習、講義、課題探究に意欲的に参加できる。そして最後に5つ目として、自然と人が共生する持続的社会の創造を目指して、社会に貢献する明確な目的意識を持っている。このような人材を私たちは求めています。この5項目の右側には、文科省が定めました学力の3要素というのがあります。1つ目が知識・技能、2つ目が思考力、判断力、表現力、そして3つ目が主体性を持って多様な人々と共同して学ぶ態度となっております。先ほど説明しました5つの項目が、この文部科学省の学力の3要素にどのように関わっているかということをここでは示しております。次に募集人員について説明いたします。農学部では1学科4コースとなっておりますが、入学定員は総数で170名となっております。一般選抜前期日程ではコースごとに採用しており、生命機能科学コースでは30名、動物資源生命科学コースでは25名、植物資源科学コースでは30名、森林環境共生学コースでは25名の合計110名。また、一般選抜の後期日程では、各コース一括して24名を募集しております。さらに、学校推薦型選抜1では、各コースごとにそれぞれ9名ずつ募集しております。また帰国子女、それから私費外国人留学生等々も若干募集しております。それでは令和4年度の学校推薦型選抜1、それから一般選抜の前期日程、一般選抜の後期日程の内容について説明いたします。まず学校推薦型選抜1について説明いたします。ここでの科目及び配点についてですが、科目では理系総合問題、これが200点、それから面接が200点となっております。面接では調査書及びその他出願書類を面接の参考資料として活用させていただきます。従いまして、合計が400点となっておりますが、理系総合問題の内容につきましては、各コースごとに若干内容が異なっておりますので、お気をつけください。例えば、生命機能科学コースでは、化学・生物に関する基礎的内容、動物資源生命科学コースでは、生物に関する基礎的内容、
以下植物資源科学コース、森林環境共生学コースもこのようになっております。また理系総合問題の一部には英文を含んだ内容もございます。英語についての基礎学力を見たいというところでございます。それでは一般選抜の前期日程についてご説明いたします。一般選抜の前期日程は大きく大学入学共通テストと農学部が独自に行います個別試験がございます。まず大学入学共通テストですが、5教科7科目で受けていただきます。まず国語ですが配点が100点、それから地理歴史公民が科目はこのようにたくさんございます。この中から1科目を選択してもらいます。配点は100点となります。それから数学ですが、数学1、数学 A、これの配点が100点。また、数学2、数学 B、簿記会計、情報関係基礎、この3科目から1科目を選択していただき、配点は100点となっております。また、理科ですが、物理、化学、生物、地学の4科目から2科目を選択していただき、配点は200点となっております。外国語は英語であります。ただしこの英語につきましてはリーディング100点満点とリスニング100点満点の得点の比率を4対1として200点満点に換算しております。大学入学共通テストの合計は800点となっております。また個別試験ですが、理科では物理基礎物理、化学基礎化学、生物基礎生物の3科目から2科目を選択するようにしております。これらの配点は400点、また調査書は50点となり、個別試験の合計は450点。大学入学共通テストと合わせますと合計が1250点となります。ただいま説明した内容を簡単に示しますとこのようになります。大学入学共通テスト、国語、地理、歴史が100点、数学、理科、英語が200点ずつ、合計800点。それから個別試験は理科2科目で400点、調査書が50点の450点、合計1250点となります。続きまして、一般選抜の後期日程について説明いたします。後期日程も、大学入学共通テスト、と個別試験がございます。大学入学共通テストは先ほど前期日程で説明した内容と同じでございます。5教科7科目、国語配点は100点、地理歴史公民が配点が100点、それから数学は、数学1と数学 A、 これが100点、他に数学2、数学 B 等々が100点、それから理科が4科目から2科目選択で200点、英語は200点、小計が800点となっております。また個別試験もございまして、理科は化学基礎化学、生物基礎生物、この2科目から1科目の選択となります。ここは前期日程と若干異なりますので気をつけてください。配点は200点となります。また調査書が50点、個別試験の合計が250点で、大学入学共通テストと合わせた合計点が1050点となります。同様に、今の説明を簡単に、示したものがこのようになります。大学入学共通テスト800点はこのように先ほどと変わりません。前期日程と変わりません。個別試験は理科1科目でございます。200点です。それから調査書は50点、個別試験の合計は250点で合計1050点となります。また調査書の利用方法について説明いたします。調査書の学習成績概表を利用しまして、調査書の配点50点満点ですが、それに下の表の加点率を乗じた点数を調査書の得点とします。
例えば丸学習成績概表が丸 A であれば加点率の割合は 100% となり50点となります。また学習成績概表がもし B であれば加点率の割合は 84% となり42点となります。このように、計算されまして、点数が、示されます。コースごとの募集人員、それから出願期間、試験日などは時間の関係上割愛させていただきました。詳細につきましては信州大学令和4年度入学者選抜要項、また各入試の募集要項を必ずご確認ください。もしご不明な点がありましたら農学部入試事務室において、ご説明いたしますのでお問い合わせください。ご清聴ありがとうございました。なお、この後14時からラボフィールドツアーを行いますので申し込まれた方は申し込みのマイページからご参加ください。また全体説明のみご参加の方はアンケートにご協力ください。アンケートは申し込みシステムのマイページからご回答いただけます。ラボフィールドツアーに参加される方は、すべてのプログラムが終了後、アンケートにご協力いただけたら大変助かります。よろしくお願いします。以上で全体説明を終了いたします。ありがとうございました。